政次郎伝承郷料理。今日はね、この、はい、こいつ、はい、かぼちゃですね。かぼちゃ、はい、これを使って、はい、おかぼだけっていう、京都ではおかぼっていうのよな、かぼちゃ。ああ、かぼちゃを。そうそうそう。へえ。で、主にこの当時の時食べる。あ、はあ。当時かぼちゃとか言って、獅子がなぎ南京って知ってる？面白いです。氷炭みたいな形してる。ああ、見たことあります。あれを昔はな、氷炭のこうくびれてるところに、あの紐かけてな。で、家のこう針に、台所の針にこうぶら下げといて。へえ。まあ夏は取れるやんか、あれ。はいはい、昔の京町やってものすごくこう風通しが通気性がよくって、冬までぶら下げといても痛まへん。でそれを冬至の日にこう下ろしてきて、で、炊いて食べるとお中風余計になるとかな、ボケ防止になるとか、そんなことを言われてて。そうなんですね、うん、今でもほらかぼちゃ供養ってあれ、はい、あります。不思議さん知ってる？全然知らない。不思議不動院って金閣寺の近くにある。あ、そこで当時の日にこうかぼちゃ炊いて供養されたりな。あと八田寺ってある。あります、うん、寺町の山中ちょっと上がった東側。ああ、そっちですね。奈良の方かと思いました。送り金つきに行くとこ、大文字のとこ、その八田寺とかでもその、かぼちゃがその当時の日から次の日23日、八田寺は大きなかぼちゃボーンと据えて、そこをこうみんな参拝者がこう触るとこう効果が5あるとか言われてしまう。早速やっていきましょう。あ、はい、これまず種取ってください。はい、スプーンでこう、はい、かき出すような感じ。はい、これかぼちゃの種類何がいいとかはあったりするんですか？これはね、できたらこういう栗かぼちゃ、うん、こっちの方が美味しいんじゃないかな。ああ、甘いかぼちゃを選んだらいいですね。さっき言ってたシシガナニかぼちゃって、うん、あんまりこう味が濃くないね、かぼちゃとしては、うん、だからこう一回油で揚げてから炊くとか、そういう処理してやった方が美味しい。油で揚げてから炊くと甘くなるんですか？そうそう、味が濃くなる。へえ。これ切ってください。はい、どのように？適当、ある程度の、でも大きい落としといていいんですね。そうそうそう、はい、これ3つぐらいに切って、で、皮をある程度の、はい、3つぐらいに切って、うん、切っていきますか。気をつけて。はい、ナイス。すいません、飛んでいきました。はい、で皮を剥く。うん、でここでもある程度の大きさにカットしましょうか。はい、まあこれやったら4つぐらいか、それやったら3つぐらいかな、適当な感じでいいので、はい、こういう感じ、うん、これも4つぐらいでいきますか？そうやね、適当でいいです。はい、で一つをですね、大体、はい、薄っ、このくらいの感じの皮むくよ。はい、うん、ちょっとこうなんか傷んでるとこあったらこう取っといてください、ね、こんな感じで。はい、このようにむけましたね。はい、はいはい、そしたらこれを炊くんですけどね。はい、はい、まずこれ、お出汁で煮込むわけです、はい、これは二番出汁ですか？二番出汁、はい、で、15分はい炊いてください。はい、15分で、15分したら、竹串かなんかでこう火が通ってるかどうか、はい、確認して、はい、で、あと調味料ですね、お砂糖を薄口みりんとを加えて、はい、さっきじゃあ出汁だけで炊くってことですね？そうそう、これ大事なんですよ。でないとなかなかこう、柔らかなってきて、うん、全部入れて、はい、で炊いていきましょうか。はい、はい、はい、そしていきます、はい、
そしたら炊いていきましょうか。はい。はい、火つけます。はい。沸いてから。沸いてからね。うん、ちょっと蓋しとこうか、落とし蓋で。うん。紙で作った紙みたいですね。これしといて。便利ですね。これ便利ですね。で。かぼちゃ好きですか？好きです。結構ね、栄養分もね、あったりし、ね、カロテンも多いし。はい。なんか減量の時のカーボも、かぼちゃで取る人が多いんです。うん、あ、そうなの？はい。へぇー。結構なんか、カロリー高そうなイメージはあるけどな。あ、そうでもない。そうでもないんですね。ただこう、あの蒸したりするんやったらいいけど、こうやってこう、お砂糖とか入れて炊いたらな。そうですね、そうですね。蒸して食べてますね。ね。はい。あ、沸いてきましたね。これが沸いたように見えて、全然沸いてない。あ、そうなんですか。あの、真ん中からグツグツ気出してからカウントせんと。へぇー。まだこれやったらもう70度ぐらいです。うん。100度になってからいきましょうか。じゃあこの辺クツクツ言ってる状態では100度ではないってことですか？ね、鍋口が全然違うんです。でこうやって炊いてるやんか、うん、このかぼちゃの中心の温度あるやん、これ芯温って言うんだけども、うん、これがまたなかなか上がらない。あ、そうなんですか。うん、あの100度にあの液体が達してもなかなかかぼちゃの中までは温度上がっていかない。あ、なるほどね。そしたら沸いてきましたね。はい、グツグツと真ん中から来ました。はい、15分いきます。はい、あ、来ましたね。はい、ちょっとこれ確認してみますね。はい、こいついこうかな。スッと通りますね。そしたら調味料入れていただきましょうか。はい、砂糖 35g です。はい、いきます。薄口が 28g です。はい、みりんが 14g です。はい、はい、そしてまたこれ蓋して、はい、さらに15分炊いたら炊き上がると。また15分なんですね。はい、はい、あ、かぼちゃ来ましたね。はい、15分炊けましたね。はい、あ、こんな感じ。わー、美味しそうに炊けてます。ホクホクしてます ねこれでまああの健康を願って、はい、当時の日にいただけばもう万全ですわ。はい、そしたら炊き上がりということで、はい、いい年越しができそうですね。そうですね。おかぼ炊き上がりました。どうぞ。わー、もうすごい香りが。ふりゆず入れてね、はい、ゆずの皮をすりおろして、はい、ふりかけてます。あ、ちょっとお取りしますね。はい、お願いします。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。これでもうチューブにならへん。もう元気に乗り切れますね。いただきます。甘い栗かぼちゃの甘さがすごいですね。そうなんですよ。柚子の香りもふわっと。だからそのかぼちゃの甘みをうまく引き出してやる料理法というかね。ああ、うん、ああ、最初にあの茹でたらあかんね、こういうのも。あ、だしで、うん、あのしばらく炊いたでしょ。15分炊いたでしょ。最初もお出汁でいきなり炊き始めるんですよね。で柔らかくなった時点で後で調味料を。あ、そうですね。そしたらこうやってね、うまくこう味も入って、かぼちゃのうまみを損なわずいただけると。なるほど。よくね、中まで味染み込まないでなんかこうちょっと味が足らんなってなる時ありますもんね。そうだから、あの、絶対に下茹でとかしたらあかんね。あ、そうなんですね。里芋とか、ああいうのも、どっちか言ったら、もう、あの、出汁で炊き出した方がいい。あ、そうですか。
冬のお野菜は全般的に根菜はそういう感じでした方がいい。できたらもうすべて下茹ではあんまりしん方がいいかな。あ、うん、ものそのものが素材が持つ持ち味をうまくこう利用するというか、引き出しながら料理するっていうのが大事なんですね。うん、とっても美味しかったです。で冬至の日ってね、はい、あの運が2つもんを2つつくもんを。ああその7つ食べたら運気が7つですか、上昇する。7つも思いつかないです。何思いつきます？え、何を思いつく、うん、運が2つつく、運2つですよね。南京まずありません、うん、あ、これですね、南京、あ、南京かぼちゃじゃなくて南京ね。そうそう、南京、はい。で、まあ人参もそうですよね、はい、あとなんか銀杏、銀杏ありますよね。で、えインゲンとか、インゲンね、まあ、金柑とか、あ、金柑、そうそうそう。ほんでうどんのことを、まあ、古い呼び方でうんどんっていうとか、それで6つやんか。はい、あと1個なんでしょう。あと1個なんでしょう。なんですかね。あと1個、あ、そう、寒天とかもそうかな。あ、寒天、うん、それからそういうものをね、こう、あの運が2つつくものを寄せて、あの冬至寄せみたいなんで、こう寒天で固めてしまって、それをこう切って出したりする。面白いですね。あと6つ食べないといけませんね。そうですね。運気上昇のために、はい、はい、運気上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。